まず今話すないといないのはキングスターだアムかえっと…エド・エトワールの件について君は多くを語らないからこそさその守るという行動が、ね、伝わってないところは損だと思うからスキの人はくじないから背中を押して十分を切れた。なんも気込みたくなくて元気にしたいお前なまあ… まあ元気っすよ。いろいろ大変そうではありますけど、なんか、まあダラとか、ナシマさんとかにいいようにしてもらってるっぽいよ。ご苦労様なさまです。話すとのは何ですかもう時間あるかだ。あんゃん、いいですかうん。あの江戸の江戸へとあるの件に関して、ナシマさんとお話しされました江戸へとあるはい。分5月ぐらいの話だと思うんですけど。 那嶋さんの方からなんかもう一度話をしたい、うん、謝罪をしたいみたいな話来ませんでしたか謝罪をしたい那嶋さんあ、私ね那嶋さんではね那嶋さんを通して江戸・江戸・江戸はるがうん多分マックにお話をしたいみたいな胸をエネルォーしたと思うんですなが何ですか謝罪ってのは那、うん、嶋さんとはもちろん話しましたから、その話は一言も聞きづらいです話を遡るとですねうん。 彼が4月にこの GBC を退団しましたよね。そうですね。はい。で、その退団の日、俺、起きてなくて、翌日知ったんですけども、これ<う>はてっきり、ありがとう病気が治ったら、うちでね、また白でも黒でもやっていくのかなと思ってたんですよ。たがる、ええー、彼、江戸へとあるが。おうんうん。ですが、4月末にホストイベントがありましたよね。 覚えてますかはいえー、っとうちだとカム君とかが取材の一員に加わっててああ私はねミニットなんでした。あそうなんですか、うん、その日そこにエド・エトワルもいてえっカロがいるのかはい実はホストの一人にエド・エトワルとおじいちゃんが同じタクでホストやってましてじうさんがはい 俺には一切連絡がなかったもんでしたからううん、うん GBC を辞めて同行の話も謝罪の言葉もううん、うん 1>, 1月とか3月にもね相談に乗った上で終ちだったので、まあ、個人的に少しその瞬間腹が立ちましてうん、えー、主催のカムズ君とかに言ってイベントが終わった後に彼を誘拐しましたはいそれで なんで、うちを抜けたのかと、なんで連絡がなかったのか、うんうん、その意見を聞いて、まあ、体調のことには仕方ないと思って、そ許したんですけども、まあ、やはり、まあ、俺にも連絡はなく、他の GBC 団員にも相談が乗っていたラミちゃんや電話んには連絡がなく、うんうん、それはさすがに抜け方として不気味だろうということで、ま個人的な思いとして、 こういった悲しい思いしたくないので、2つ約束をしました、彼に。約束なんですかはい。1つは、GBC 団員と、ま、彼の方から接触をしてほしくないと。もちろん、うちの団員から彼に絡みたいと思って、連絡なり電話をするのはいいと。で、もう1つが、この話し合いをしたことを、内部に漏らさないと。うん<ー>。漏らしたのがばれたら、俺が君を沈みに行くねと。 約束をして4月のイベントが終わったんですよ。なるほど。はい。で私はね、のあのー、はい、皆さんにも、まあ、皆さんは、楽のことを言ってると思うんだけど、私はね、あの子には、まあ、その、そっとストーリあげて、うん,うん。お、まあ、れてあげたから、バイの皆さんにおちを説明したはずなんだけど。まあ、そうなんです。俺がその話聞けてなくて、私は言っと。 まあでも接近してきてるわけじゃないでしょう。お年を迎けないからあ。そうですね。それに関しては、まあ、接近はしてなくて、まあ、ただ、二つ目の約束のこの話し合いを外部に漏らすっていう約束を破られてしまって。外部に漏らすはい。まあ、今、エド・エト・オワールが抗議している組織が二つあって、一つはまだ組。戻ってきたのか、ね、なはい。これは、 5月、彼の話を信じるのであれば5月には戻ってきていて。5月に戻ってきたらはい。5月、6月には戻ってきて、まだら組と素材のやり取りとかをしているみたいですね。で、なんでそのバラしてるのが、まあ、私が知ったかというと、うんえー、5月に、まあズズちゃんの、えー、動きが少しおかしかったり、言動がおかしいのに気づいて、うん、例えば、ナシマさんとネネちゃんと、 ズズでフィーブの会議室を使って喋ってたことがあったんですよそれでまあズズちゃんから話を聞くと何か見当違いなことを言ってて話をぼかされたのでズズちゃんに聞いてても仕方ないなと思ってナシマさんに直接連絡をしました、うん、そしたらライド関連のことをズズから相談を受けていたという胸だったのでクングスターから相談を受けたってこと はい、キングスターがナシマさんにお話をしていたみたいですね。江戸,のか江戸に関して。それはナシマさんが聞いてきたからってことじゃなくて、キングスターから言ってたのか。そこのどちらから話を聞いたのかは確認してないので分かりません。ただ江戸についての話をしてたってのは確,確実ですね。それでナシマさんと直接ドライブをしながら話をしていて、ナシマさんは話をしてますかみたいな話をして。 したら、まあ、知ってるとうん、うん、約束についても話したらまあそれを話したら話した映画が悪いので花島さん的には「どうし沈れる分には勝手にどうぞ」っていう結論でその5月には話を終わりましたなるほどそれは彼にはあったの、はい、彼とは5月6月探していたんですが見つからずに、うん、昨日渡たら組のタラちゃんから連絡があってうん、うん、ええー エド・エトワールがなぜ JBC を退団したのかの詳細を少し聞きたいみたいなフュンスの話し合いをしてきました。ああまあ、なぜかというとまあ最近そマダラ組とエド・エトワールで少しトラブルというかマダラ組に迷惑をかけるようなことがあったらしいです。が出んですかどのかす、はい、内容は、まあ、深くは聞けなかったんですけど多分。 ファーム関係、素材関係のことだろうなとは推測しましたが、具体的なトラブルの内容は聞けませんでした、昨日は。なるほど、ね。はい。だから、こういう迷惑かかってるから、GBC 時代も何かあったんじゃないかということで、深く聞きたいと、詳細を。うん、俺が知ってる情報の1月からの制トが抜けたまでの話をして、ホストイベントの日、こういう約束してるとい話までしました。 なるほどおえしゃたんだと、ね、はいでまあ話した上でそれだったら江戸がやはり悪いよねってなって、えーまあ、タラちゃん的にも、えー、江戸ちゃんを沈めるのはまあ別に構わないという結論になりましたなるほどはいその後に、えー、江戸と連絡が取れてその時起きていた寝啓今ますと一緒に3人で 海で話をする機会があって、うん、彼は、まあ、当然バレたのを察してなのか沈められるのも覚悟してるような顔で会ってたんですけども、うん、それも当然沈める気で会おうと思ってたんですけど2時、うんえー、集合レギオンって言ってたんですけども2レギオンに行ったら頭痛、えー、ちゃんがいましてうん 突然レギオンで江戸を殴り倒してダウンさせた後にこっちに走り寄ってきて今江戸を沈めるなっていう胸をねお願いしてきたんですよ。キングスターがはい。彼はまあ江戸と親友らしいのでね、まあ、何か思うことがあるんでしょう。その理由が今江戸を沈めたら江戸のバックにいる組織があるからまずいみたいな話だったので。 うん、俺が知ってる後ろの組織はマダラ組とナシマさんのグループしか知らなかったので、うん、その2つに関しては大丈夫だよという説明をしたんですが、うんえー、俺が話したのがナシマさんとは5月で鈴ちゃんはその当日昨日話したらしくてナシマさんと。その上でのなんか、えー、忠告だったので何か事情が変わったのかなと思い俺の方からナシマさんに連絡をかけたところ。うん ナシマさんとマックで、まあ、映画授業をやろうとしてるんですよねあーーそうですはい、まあ、それもありつつえナシマさんはえーエド・江戸エトワルとナシマさんとマックとプラスアルファ GBC の団員での謝罪の場を設けたいという旨を話してまして<お>その通写金の落とすわ それ自体は5月に言ってて、それが多分、ナシマさんからまだマックに話を言ってないんですかねそのね、あのー、私はね、一度ナシマさんから、はい、あのー、ルルさんの話を、まあ、聞いたんですよ。ではい、その時は、まあ、ナシマさんが、もしかしたら可愛がるかもしれないと。うん,うん。でまあ、私もね、ルルさんと同じような、まあ、その、なかなか難しいことだよっていう話はしてるんですよ。 うんなるほど。その子はな話を何ですよあそうですね。彼の方も昨日まではしてなかったらしいですな。もう謝罪の場ってるのがまず謝罪ってのは何ですか。何についての謝罪だ。俺もそこがあんまり納得できなくて、うん。つぶしそう飲んでたんですけども、ま彼は今日も野島さんと私も会ってきたけどその話は一つもしてなかった。あそうなんですか。うん。ええおのれもな。 はい。なんならな、いろいろ話をして私はオーディションとか一緒に負担のさ、町を巡ってね、うん、あのー、女優をピックアップしてたりとかしてたんですから、その話は一つも出なかったけどね。な彼が5月6月身を潜めていて変装してたりして、話し場さん自体にも連絡をしてなかったみたいです昨日まで。はは <laughs> それか。なるほど。はい、少し話が分かってきたじゃ。およかったです。ね。隠れてるな。 昨日は、まあ江戸、江戸へ通るの姿で話し合うことができたので、ああ昨日はね、えー、話を戻します。ズズちゃんに、ズズちゃんに、えー、やめてとて言われて、ナシマさんに連絡をしました。そうしたところ、そういう約束、マックとの事業もあるし、今、えー、ミカドレンが江戸を沈めたら、まあ、今後、ナシマさんが考えてる、 まあ、マックとエド・エトワルとナシマさんと JB 初代の話の場を作る前に、まあ、俺個人が勝手に沈めたということになるから、まあ、もしかしたら何かしら問題に発展するかもしれないよというニュアンスの言葉を受け取りましたなるほどままず今話しないとい,けないのはキングしたらアムカ分かりました今から本,本部はあの こっからのフィブの方に向かいますからケンゴスいるんだろう。話があるから気きせさいどこですかフィブに向かうからあ、もうフィブにいますよフィブの方に集合してますかみんないますよはい、あ、向かいまし

<laughs> <え>隠してること?そんなことたん。隠してること?。<laughs> 呼吸になっちゃだめでしょ <laughs>。<laughs> 隠してること?。うん。パクさんに?。うん。やだ、やだ、こそこそあったら。こそこそあってないっすよ、別に。こそこそあってない。うん。私が何のこと言ってるかわかるかい?。いや、わかんないっす。ああ、そうなっすか。うん。 ロさんじゃあ、あなたの口からどうぞ。はい、まあ、この会議室で5月ぐらいに、ナシマさんとレネちゃんとズーちゃんで話していた内容についてです。うん。こそこそ話してましたよね。いや、こそこそじゃないよ、別に。内容は全てマックに入えるよね。言えますよ、全然。 うん、何を話してんの話を聞いてのるのえーっとー、エドエトワールの件について。うん、皆さん、ちょっと、キング・スターの話を聞いて,あげてください。昔ねうちの、この、グープンサーカスに。<laughs> えっと大変なのの話です。はい、えー、はい。はい、うんエドエトワール。 がまああの GBC 抜けたじゃないですか。うん。そんな後もうまあちょいちょい連絡はまあ取ってたというか。いろいろ。今度はから取ってたのか。私は一応皆さんに説明したはずでした。た彼のことを大なた。うん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 ん、うん。彼のことをね。このねあのもうだいを。 まあ脱退してしまったわけですから。うん。深谷はスするなと。そのおおきはしてないですよ。えっと、えー、っと成島さんとガソースターで会ったときに、ずず最近どうなのみたいな話したから、いろいろ難しいっすねみたいな話をしてたんです。うん。 でその時にに何かあったのって言って、いやまあ、ね、いろいろこう話が沿わないこととかいろいろありますよねーみたいな話をしてて、あもしかして、LINE がなんかこう抜けたみたいな話みたいな感じになってあ、まあまあまあみたいな話からいろいろ話がつながってて、でえー、とーあ抜けた後の話ですよ。 で、その後に那島さんとかからちょっとずズ,ズ来れるみたいな話になって行ったらちょっと江戸のことでお話があってっていうお話がありましたで江戸をちょっとうちのところで働かせようと思うっていう話があったんですよで江戸ってどういう人みたいなところから始まってまあまあこうこうこういうのがあってっていうのでいろいろ話をしてたって感じですよだからえー、っとそれは私も一緒ですよ那島さんが聞かれたからあそう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 そ,うそれだけですよちょうど君が

色々なものがあるから、そんなからも考えてることがあるから不可思いはしてないですよ、向こうから連絡がかかってきてるんで、あこっちからそうなんじゃないのって相談乗ってるだけですよ。でも自分のやりたいことやった方がいいんじゃないのって言ってるだけで、別に、江戸のことを心配して、俺から連絡かけてっていうのはやってないですよ。なるほど。じゃあ、うん、何か後ろの人にしてるものがあるからって言ったどうこう連鎖がためたってのは、どういう情報を聞いたんですか。 昨夜のことですね後ろ盾ああ、まあ、後ろの組織とかもあるからやばいから今、沈めるのはだめだよっていう、ね、それは、えっ、ー、と、那島さんからのお話を聞いたからね、俺が。那島さんが、えっ、ー、と、ちょっと江戸を説明をとしてるんですけど、大丈夫っすかねって俺は心配したから聞いたら、でもマックさんとちょっと話をしようと思っていると。 和解の場を組もうと思ってるでもなかなか時間が合わなくてできないでもそれをやる前に団員の人たちがそういうことを実施してしまうと大変じゃないのって話をしてるのなんかその後にいろいろ事件が起きても我々は知りませんよって言うからそれっていろんな捉え方ができるから沈めるっていう行為はやめた方がいいんじゃないのって言って止めたんですよルーさんからは合ってるのニュアンス止なってますねだからその話を受けた結果アンスさんに連絡をして まあ昨日の当日説沈めるのやめようって話にはなりました。俺の中でその君の方からさ、何もそういった話はないじゃないか。何を考えてるんだい君、僕うん。する必要ありますだって GBC は敵ってんですよねだって。で、深追いするなって言ってるんですよねうん。君の話してるわけでそ,れそういった情報をしてるのに、何も情報をここに落とさないじゃないか。だから落とす必要がないじゃないですか。だって関係なくないですか。じゃあどうして守るんですか何をですか マホトーを守ってるわけだし、じゃあ GBC ですよ僕守ってる。全守ってるんでしょ。ブ<で>ンさんはさ、今さ沈めようとしてるところで、そういったことがあると台車にさやっぱ押しとけないと、ごたごたするとなんかどうしてもわからないの。うん、は言ってることがマジでわかんないです。えっと、みんなにその情報を落としておくないですか。なん落とさないけどなんで。ブンさんがさ、ブ<た>ンさんがやってしまう可能性があるじゃない中、君は、まあ。 言わなた。もしもさんのところ危ないって。ね後ろとがあるから危ないって思ってるのにさ。他の団員の子がそうやってしまったらどうするちゃんと話したの。他のダイの子がりたいいうことだったらさ。その話しとくべきじゃないのか。あそういうことね。それが、ね、守りたいという話を先に出したわけだ。レンが,が,がそういうことをしている可能性があるから、マックスさん止めた方がいいですよっていうのを事前に言わなきゃいけないよって言ってるんですね、僕に。 違うなどれみんなそういう気持ちだっていう話なんじゃないですか私もレンさんからこれ初めて聞いたんでしたっけで君はレンさんの話を知ってたんでしょそれ前々からレンから聞いたからねねえ沈めるっていう話を聞いてたんでしょうん、うん、それだから止めたわけじゃないか多分おそらく昨日まあそうですねでしょそれって他のレンさんも知ってるってことは思わないな どう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 ことどう,いうことどう,いうこと。ロウさんがそういうしじゃあ他の代ももしかしたらそういう手を持ってるかもしれないとか。ああ見つけ次第沈める可能性があるかもしれないと<ー>いうことですか。だからそうだと大事じゃないか。情報を落としたこと。情報を落としていることは。わからないな。もしもしマスカさんどうします。あもしもしマックさん。<ー>バウワーがねーまたチンチロで三億五千万の借金私に作る。うわあ男。 うん、えー、どうするあもちろん買い取れますからあ買い取る本当うん、うん、いついつ買い取る今日買い取るもう今買い取れますけどちょっと今の介護してましたね皆さんうんうんうんあと今度時間遅くてもいいですかいやもう連れて行きたいなそのそっちで日にち決めてもらって、うん、今受け渡しだけしに行くわじゃあもうフィブノ数までお願いしますああオッケーオッケーはいありがとうございましたまた人事収任だ う、えー、すぐさんピンクシャーした話の腰を打ってしまったどうぞどうぞいいですよ全然私が来るんってはさぁ、はい、キングシャーがうんのあのー、例えばその危ないなって思ってるんだったらもう少し第二ぶそういうことを話し上げるべきじゃないかということを簡単に言ってるんですよもう、まあ、私自身も話を聞いてないからもう<ー>島さんとそういう話をしてることとかもあ はい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 そはを守るって言っらいは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 いいはいは内容があるんじゃないかと私はいっいから今いってるんですはい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 は君のことを疑うような感じもあったからさはいはいはいといは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 いでい君は多くを語らないからこそさそのいるといういはがはい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 はそはいはとはいはいいは 今私はこういう話をしてるわけですよ。なるほどね。以前どうしたらよかったんですか言ったらよかったってことですかうん、ーいや別に言っとんとくなくても、うそれはたはすぐてしまった話だから、まあのだから。いいね。何を考えたるのかとか。分かんないです、分かんないです。言ってることが。だって今怒ってる観点の部分って。 えーと、そういうの情報を落とすべきだよってこれ以上トラブルを生まないためにって言ってるんですよねだからその前のはい定点というか改善点を見いださなきゃいけないのにそこが過ぎてしまったことだからしょうがないじゃなくないですかどうすればよかったですか今この前の件でのーい…どうしようもないえ、でもだって気取り感じてるのそうじゃないですかだって、まずマックさんが…ちっちゃま。 お塚さん、<あ>着きましたか着きましたよ何で出るんやろ、はい、電話にちょっと待ってくださいね <laughs> はい今前を迎えますからはいお塚さん、私は別に怒ってるわけじゃないんだすよ話さないといけないことがみんなあるんじゃないかって話をしてるんですよちょっと、お塚さんにあのね、バン君の身柄もらってくるからちょっと待ってたな、みんなバンは、お前はろくでもないな <laughs> 違うんだよほら もしかしたら番号は何番ですか。ええ三百十五番に三億五千万です。三百十五番。はい。あちょっと、ほらひふみ出たよ番はほら。ちょ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 それだからいやちょっとあれひふみ出たよ。いやもうそれはね。うま振り込みました。ああありがとうございます。 じゃあ、バウアーを一日好きなようにしてください。はい<の>。今日 <laughs> の件は終わったから、次の日に、あの、そうですね。それはマックさんから声かけていただいて。はい。<で>マックー、頑張ってます。はい。よーし。何だなって言われた。 なんで言わなかったんだわ言わなかったかも。なんで言わなかったんっていうのはそっちに言われなくて俺だけ言われてるのかが気になるんだけど。うん、オッケー<こ>ありがとう。金のメスかそこが。あ,これあれいいですか来ない来ないのいいですか。お僕は別にこのバーキのあのね借金が増えてメスカさんがあの肩代わりしてくれたからあ。なるほどね。 そうだキングスさん何を気になったんだえーと今回ってちゃんとそういうのは情報共有しとかないといけないんじゃないのって言ってるんですよねまあ君が GBC を守りたいっていう話だったらの話じゃないあ僕とレンの違いは何ですか今回の僕とレンの違いうん僕もレンもどっちも情報を展開せずに自分の個人の行動で犯したことがあるじゃないですかああそうですね で、じゃあ分かった、マックさんが今、有権に関しては僕は謝りますよ、申し訳ないです、なんか、それは独断の行動で動いて、みんなを巻き込みたくなかったから、なんとか自分で解決できるんだったらしたかっただけなんですよ、<ー>もうこれ、マックさんが深追いするなって言うたじゃないですか、<ー>でも、その中でもちょっと深追いしてる人がいるから、周りにこれ以上巻き込みたくないから、俺で収められるんやったら、それでなんとかしたいと思ったけど、今回、こうやって巻き込んじゃったから、申し訳なかったです、失敗しました、僕が。<ー>甘かったです。ああ ただ、今、僕がいろいろ情報を展開せずに言わなかったのは、レンも一緒じゃないですか。そうだな、ね、みんなそうそうじゃあ、なぜレンにはそういうふうに言わなくて、僕だけに集中的に言ったんですかまだレンさるにここる話からだよ。ああ、そうなんだ。うん、あじゃあ、まだ、ごめんなさい。さっきのレンとの話でその話が終わったと思ってたけど。なるほどな。君だけが怒られたと思ったのか。 別に私はそもそも怒ってないし、こ,こかの嬉イさんの話はまだ聞かないといけない。みんなの前で。うん、そうそうそう。だから、それは申し訳ないです。でも、なんか下心があるとかじゃなくって、僕はこういうので嫌な感じになりたくないんで。ああ、分かってますよ。うん。で、マックさんが、えー、と江戸に対してどういう感情を抱いてるかは、正直わかんないです。でも、その感情をお前らも同じ感情になるよっていうのは、僕はできないから。なるほど。そんなこと別に思ってはない。 うん、だから,だから僕君が何,何かをしようとしてるのかなって思ったからあーなんかひそひそ隠れてそうさすごい曲論,論ですよ極論で言うとじゃあ例えば GBC を僕も裏切ってそっちに着く可能性があるかもしれないみたいなのを思われちゃっと嫌かなと思ったってことですよねだからね思われちゃうとまあその周りの人たちね私は別に君のことを信用してるからああそう,う,、ね、うーん僕は そうそういうので、ちょっとナシマさんと喋ったりだとか、江戸君ってどういう子とか、うちに入れようと思うんだけどとか、で、江戸とは僕はいろいろみんなあったかもしれないけど、友達は友達だし、救われたこともあったから、でも GBC も僕は大好きだし、こっちも守りたいから、なるべく切り離して、どっちもなんとかしてあげたいと思ってるだけで、出たかもしれないけど。なんなで あのー、なるべく迷惑かけないようにしようっていう行動がちょっとこういう形になっちゃったんでごめんなさいああなるほどね今回ブーさんが勝手に動いて、ね、その沈めるっていう判断した,たわけでしょ、はい、どうしてそれ私に言わなかったんですか今のままで、まあ、それは当初はもともとミカドレンとエド・エトワールの個人的な 約束として終わらせたかったので、まあ、ここまで発展したのは俺のせいです。ごめんなさい。私も、ねえー、終わらなとと君にも必ず伝っってる思たみ会議の日に俺はいなくて、翌日、また撃をして、レトロのだてをしたので、そこが意識が抜けてた部分もあるかもしれません。まあ、ただ、それを聞いてたとしても、やはり俺の気持ちは、 許せない気持ちが強くてただ許せない気持ちだけをぶつけるんじゃなく一度改めてエドの気持ちを確認しようと思って話し合いの場を設けた上でその二つの約束をしましまた本来そこで俺が話さなければ俺がそういった沈めに行くということもせずに済んだのでそこで収まればよかったんですけど、うん、俺が考えが及ばなかった他の、えー、マダラ組やナシマさんのグループに話が行ってしまったのが俺のちょっと今回悪かった部分ですね。 なるほど。あのね。そのまあ皆さんね。皆まで言う。まあ、このさっきキング労したんやったようなさ。有償がないことは私も言わないでいいと思ってる。ね、余計な考えをさせてしまうから。だけど、お前今一度だけ言っとこう。ロンさん、私はね。あの子に君たちがそういう攻撃的な感じで絡んで欲しくはないわけです。それはなぜかというと。彼は心の病気を持ってる。 はい。そんな子を責めたって何も出てきはしないさ沈めるとかそういうことをまあな、まあこのギャングっていう世界から足を洗ったわけですからまあだけど窓のにその入ろうとするとかさね、はい、まあそういうのもあるのかもしれないからまあ彼がどうあるみたいかはもう私は知りませんだけど一回彼を 救ってあげたいさあもう,う私の思いがあったからもうつまあ、なんて言うんだ。救き合のストーカじゃないから背中を押してね !10 ミ切れた !10 だ,だったりしてもらったんですよ。そこまでも同じです。でも同じで、あくまでこの約束は二の次で、これから彼らがこの町へ行きやすいように、 白の劇団を作って公演をしたいって言ってたので、それを応援するから、まあ、うち GBC と関わるのは難しいと思うけども、他で頑張ってくれよっていう背中を押して俺は話を終えたつもりだったので、うん、ここまで話が膨らむとは、俺の想定が当たったので、申し訳なかったです。わかりました。じゃあ、まあ今の、まあ、その話をあとさ、まあ、んさんが逆に。 ずず、まあ、さんが、まあ、そういうことをあったという話を聞いても、ずずさんの気持ちもわかるでしょレンさんは。もちろん、俺がずーちゃんの立場だったら、そういったこともする可能性があるなということは、言わしていします。うんうん、まあ、だからなめてむのさん、あのの、むむ、どんさんも沈むということは、もうやらなくていいかならそういう気持ちは持たなくて大丈夫だし、はい、あの子はちょっと特別なんだ。 わかりましたうんしてもないけど、うん、それは私の顔にもんじて、ね、いろんな感情があると思いますよ健吾さんからすると助けてもらったうん、まあ、とかあるかもしれない霊さんからは逆にな裏切られたってその気持ちまあ二人ともわかるよね、わかるだけどなんて言うんでしょう時間がやっぱり解決するものでもあるから 彼はそういうタイプですよまだまだ長い年月が私は彼にも必要だと思うこの街に適応するにはもう彼が話しかけてくるんだったらさ、まあんまりその話したけどば別に話せばいいしだけど一応彼とはそういう約束を私はしてるんですよ何か質問ありますか皆さん 大丈夫です。キングスターも、何歳も何とかできるか、まあ、難しいかもしれないけどいや、親はもともと、GBC のョ員インがこれと関わらないようになればよかったので、全然大丈夫です。俺の方からかかることもありませんまだキングスターには関わるゴズロ、このままあ、でもく酒で飲むろキングスター。うん。それは許せるか、キ、まあ、ンの心の中で。 ま、心は許せませんけど、ズ,ズちゃんが彼と話したいのであれば、それを止める権利はありませんし、それに伴って他の団員が巻き込まれて、より大きな問題になるっていうことだけは避けたいので、も分かっるういうことは。うん、分かってますよ、それは。うん。そこだけ守っていただければ大丈夫です。まあ別に、まず。

まあいろんなまあそのトナブルってのをまあうちのまあ会社でも関わったわけだから、その解決したらまああのー、私の方でミュージカルを立てるからその時出たらいいじゃんって話をしてたらひどく残念がってたんだその時。私は、ね、今でもその時のことを覚えてました。うん、はあー取れないんですか今って。まあ彼の中でそのミュージカルっていうのがすごく大きなもので。 私はやっぱりね、昔までは私も自分勝手に、ええ、あのー、本当に守るものがなかったから自由に行くというわけですから今やっぱり君たちの考えたのも尊重しないといけないなとか、ね、君たちがいなければ私もできないことがあるんだなと実感す進むと思うわけですからん、ね。まあそういうとのを踏まえてまあ今はできないと あの時、彼の気持ちに答えてあげらなかったんですよ。だけどずっとまあそういう思いを、今でも抱えてるんじゃないかなと、君たちの今の話を聞いて思いました。まあ、心の中のね、でか。まあ、ちょっと応援してあげてくださいよ。どうですかはい。はい。 はい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 い どうぞよろし、るな、なんですかーおーこっち乗りなさいい、どうぞえどうぞえー、珍しい、はあ、すみませんね。込みたくなくなて

うん、いやーそうですね難しいですね,あま,ねまあまた立ち直る日たしはどちら心待ちしてるん,だうんもちろん難しいことだからかそ心待ちにしようところがあるいやそうなんですよね だけど自分の力でねぁ君の力を借りル私のりったら、私の力をなえてしと思ったら、私は今、の名前だ。てるのためにならしてるのか、しいらしくてサのカーとか、何をしのか、をしてか、もちろてるのか、何をの力もそうだるか、何をしるの人のか、をしてるのか、何をしてるのか、何をのると思いますか、いや思わないと思いますよ。

サッカーで何を出してか知ってるあ